今ね、私がこうして生きてるのはね、ステロイドのおかげなんですよ。ステロイドの種類とか強さとか投与の仕方で副作用の出方も違ってくるんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。高本です。よろしくお願いします。あの、皆さんね、ステロイドって聞いてどんなことを思い浮かべますかね。どんなこと、うん、なんかこう副作用が強いみたいなイメージがあります、うん、僕はね。そういう人多いんですよね、うんうん、確かに副作用が出る人は出るんですけどね。それから長く使ってるとその確率が高くなってくるんですけど、今ね、私がこうして生きてるのはね、ステロイドのおかげなんですよ。ステロイドっていうのはものすごくたくさんの人の命を救ってるものなんですよ。へー、もう本当にありがたいものなんですね。ステロイドのおかげで、今生きてられる人とかね、それから平穏に仕事して家族とも仲良くやっていけるって人もね、たくさんいるんですよ。だからね、そのステロイドに関してはね、決して誤解のないようにしてほしいんですね。どうしても必要だからそれ使うわけじゃないですか。だからその必要な時にとりあえず反対みたいなね、そういうことになっちゃうと、もう医者としてやることがなくなっちゃうんですよ。そもそもステロイド何なのかって話ですよ、はい、ステロイドの誤解はちゃんと解いて、必要な時には必要なんですよっていうことを理解してもらえるように今日お話しますので、最後まで聞いてくれればなと思います。はい、お願いします、はい。まずね、とにかくね、ステロイドって何なのって話ですよね、はい、うん、ステロイドっていう名前ですけど、それはね、化学構造上ステロイド骨格っていうね、そういう形を持ったものを、そのホルモンをステロイドホルモンって呼んでいるんですけども、そういうステロイド骨格のあるホルモンっていうのは副腎皮質ホルモンっていうぐらいで、副腎って言ってね、腎臓の上にちょっと乗っかったちっちゃい組織があるんですよ。そこで作られてるホルモンのことをステロイドホルモンって言うんです。で、その中には男性ホルモン、女性ホルモンも、これステロイドホルモンですね、まあ、全部が全部じゃないけど、まあ、そういうもんなんですよ。人体に対してね、そもそも必要なものの一種なんですよね、うん、でそれを科学的に合成してね、薬としては使い分けてるわけですね。じゃあどういう時に使うかっていうことですよね。基本的にはお薬として使う場合はね、炎症を抑えるっていう働きがあるわけです。で、炎症ってね、簡単に言うとね、赤くなって腫れて痛くなって機能に障害が出るっていうね、そういうものを炎症って簡単に言うんですよ、うん、そうですね。思い描きやすいのはリウマチって言って、要するに関節が痛くなる病気、こういうものの中にステロイドがどうしても必要なものがほとんどなんですよ。で、それからね、例えばね、喘息ですね。喘息もこれ炎症の一つなんですよ。へー、うん、で、炎症を起こすとね、気管支っていうとこ、まあ、そこがね、すごく腫れて狭くなっちゃうんですよね。そうすると空気の通り道が塞がれてきちゃうんで、呼吸ができなくなってくるわけです。で、実は何を隠そう、私は小さい喘息でもうひどかったんですよ。毎晩のように発作を起こしてね。で、その時に使ったのがステロイドなんですよ、はあ、うん、で注射もあったんですけど、もちろん飲み薬もあってね。だからね、私の小さい頃の写真ってね、めちゃくちゃ太ってんですよ。でね、ステロイドの副作用っていろいろありますけど、一つは肥満になるってことですね。へえ、うん、アナボリックって言うんですけども、ドーピングにも使われたりするんですよね、うんうん、そのアスリートの。だからそれも悪い印象の一つなんでしょうけれども、まあ、そういう作用もあるんですけどね、まあ、太っちゃうんですね。でね、そのステロイド骨格のあるホルモンって面白くてね、大抵のホルモンはね、細胞の表面にリセプターっていうのがあってね、そこにくっついてシグナルがそこから細胞の中に送られてっていう経路なんですけど、ステロイドはね、直接細胞の中に入っていっちゃうんですね。しかも核の中に、細胞の核の中に入っていくんですよ。細胞の真ん中に。そうそうそう。なぜ使われるかっていうとね、結局他に選択肢がないからなんですよ。他の薬だと効かない。効かない、うん。なぜかステロイドが抜群に炎症には効くんですね。へー、うん、その炎症には免疫細胞が関わってますから、免疫抑制剤っていうのをしてね、炎症を抑えるっていう方法もあるんですよ。臓器移植なんかした時にやっぱり免疫を抑えるためにね、免疫抑制剤使ったりして、まあ、それである程度効く場合もあるし、それから今分子標的剤って言ってね、特定の分子にくっついてその作用を邪魔したりとかね、いろんな薬の種類はできてはきているものの、他に選択肢がないものが多いんですよ。とりあえずステロイド使わなきゃみたいな、なんとかしなきゃみたいなね。ですから他に選択肢がないから使うっていうのがほとんどなんです。で、ステロイドには、飲み薬と、それから塗るお薬とかね、貼るお薬とか、眼科で言えば目薬とか、耳鼻科で言えば点耳薬とかね、まあありますけどね。ステロイドの種類とか強さとか投与の仕方で副作用の出方も違ってくるんですよ。ちょっとコメントが入ってたから、はい、コメントも読みましょうか。はい、
名前はまだないさんからのコメントです。ありがとうございます。お聞きしたいのですが、緑内障の禁忌薬はいろいろありますが、ステロイドもそうですよね。緑内障に使っちゃいけない薬がまああるってことですか。これも誤解しないでくださいね。副作用ありますけど、緑内障の場合に眼圧が上がると困るような場合ですよ。でね、ここをよく理解してください。ステロイドが緑内障を悪くする作用があるわけではないんですよ。強いステロイドを長期使って眼圧が上がってくる場合だけが問題なんです。で、そのね、ステロイドを使って眼圧が上がる人っていうのがほんの数割しかいないんですよ。そういう人たちをステロイドレスポンダーって呼ぶんですけどね、ステロイドに反応する人ですね。だからその人たちっていうのは眼圧が上がることがあるわけですよ、長期使ってるとね。だから長期使って上がる場合は気をつけて使いましょうねっていうことだけなんです。だからステロイドと緑内障は直接関係ないんですよ。ステロイドの副作用で眼圧が上がるとまずいですよっていうだけなんですね。だからね、禁忌といってもそういう意味ではちょっと違うんですよ。なるほど、そういうことです。ありがとうございます、はい、じゃあ続きがあるのでちょっと見ますね、はい、現在整形外科でステロイド注射を勧められ一度は断り塗り薬にしたのですが悪化しており悩んでおります。注射も局所だから大丈夫と整形の先生は言っていましたが結果は個人差があり最終的には手術となります、うん、先生の見解をお聞きしたいですということです、うん、そうですね、はい、まあ手術になるかどうか別ですけどこれはね整形外科の先生の言うことを聞いた方がいいと思います。ああそうですか、はい、でおそらくこれはね関節内の注射だと思うんですね。例えば膝が痛いとかねまあいろいろあると思いますけどそういうところへね注射するんだと思うんですよ、うん、でねそれはもう劇的に効きますよ。うん、痛みものすごく楽になります。まあリウマチの痛みだとすればですよ、炎症を繰り返してると関節が動かなくなってくるわけですよ、うんうん、痛いだけじゃないんですね、動かなくなってくるわけですよ、うん、でそうすると困るでしょすごく。だからねまずちゃんと病気を抑えてで副作用が万が一出たらそれに対処するわけですけど別の方法でね、例えば眼圧が上がるなら眼圧を下げることをするとかまあなんか方法を考えなきゃいけないですけど、その1回2回関節に注射したからって眼圧は上がらないから大丈夫です。まずね関節を大事にした方がいいと思いますね。はい、ありがとうございます、うん、先生1個質問してもいいですか、はいはいはい、整形外科の先生がステロイドを使いたいっていうじゃないですか、うん、でも眼科の専門家じゃないのに、うん、目のことって分かってるの、緑内障に悪いって分かってるのってちょっと心配なんですけど、うん、それって大丈夫なんですか。一般論としてステロイドにそういう作用があるって知らない医者はいないですからね。あ、どのお医者さんでも知ってる、うんうん、あ、じゃあ安心ですね、うん、ただ整形外科では眼圧は測れないからね、うん、今度ここに注射することになったんですけど大丈夫ですかって聞いてね、じゃあ注射いつするんですか、いつ頃じゃあ眼圧測っておきましょうかとかってそういう話になれば別にそれでいいんですよ。整形外科の先生もちゃんと副作用ももちろん知ってて使ってますからね、うん、だからそれは大丈夫と思います。はい、ありがとうございます、うん、眼科の場合にじゃあステロイドはどういう注意をしなきゃならないかっていうとですね、ステロイド強いのを長期使ってると眼圧が上がることがありますよっていうことでね、一部の人にはそういうことが起きますよっていうことをまあ注意して使うっていうことですよね。点眼薬が一番そういうことが起こりやすいわけです。それは眼科の先生が処方して眼科の先生が眼圧を測ってるわけだから見逃すってことはないとは思いますけど、あともう一つね、ステロイド本当に長期で使ってると白内障が起こってくることがあるんですね。へー、うん、だまあそういうの2つですね、眼圧と白内障で、そういうのを主にですね、眼科では気をつけますっていうことなんですけども、まあ、全身的には例えば骨粗鬆症になりやすいとか、それから肥満ですね、ムーンフェイスって顔がまん丸になるような形の脂肪のつき方をしたりね、あるいは脂肪じゃなくてもむくみですね、ちょっと水が溜まりやすくなってねむくんできたりとか、そういうね全身的ないろんな副作用もありますけど、いつも意識してほしいのは個人差ありますよってことなんですよ、うん、ひどくなりやすい人もいればもう全然大丈夫っていう人もいるんですよ、うん、だから大事なことはね、ステロイドっていうのは体にとってもともと必要なものだし、救われたりしてる人がたくさんいて副作用で困っちゃう人っていうのはほんのわずかしかいないからね、だからそんなに過剰に反応しない方がいいですよっていうことですね。病気とね、それから治療法とね、しっかり向き合って、そして、最善の選択肢を選んでほしいなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、今私が生きてるのもストレートのおかげですから。いや、そうですね、本当に本当に。どうですか、今日の動画役に立ったでしょうか。はい、役に立ったと思ったらいいねマークとチャンネル登録をお願いします。お願いします。ベルマークも押してくれると動画がアップされるとお知らせがいきます。はい、チャンネル登録をするとベルマークが出てきます。はい、それじゃあまたね。